ドレミファ1000やっていきたいと思います。サーチ小無節なもの。ちょっと待って、ヨメザック。初めて会ったいから。なに ヨメザック。僕のリクスに秘密だったら。サビやった今。ありましたね、はっきりサビのとこ歌ってます。歌ってる。はい。ほんと。どうも、快速です。どうも、ヨメザックです。どうも、はるちゃんです。はるちゃん。さあ、今日なんですけども、はい、クイズドレミファ1000やっていきたいと思います。そうなんですよ、これどういうことかと言いますとですね、うん、最近せんちゃんがめちゃくちゃ歌を歌うのにハマってるんですよ、うん、そう、で、その家でしょっちゅう歌ってんの、はい、お風呂上がりとかに、うん、で、それを聞いてた嫁サックが、うん、企画でこれやったら面白いんじゃないって、実は今回嫁サックの持ち込み企画でございます、うん、ありがとうございます。そうなんですね。いや、ほんまにちょっとせんちゃんね、まあ上手なの歌は、はい、ちょっと面白くて、うん、歌いに来るんですよ、僕のとこ来て、うん、パパ聞いてって言って、うん、最近しょっちゅう歌ってんのが、うん、香水をよく歌ってるんですけど、ところどころ歌詞が違うのね。でもせんちゃんはそうやと思って真剣に歌ってないけど、それがもう可愛い面白くて、もう嫁さくなんか腹かけて爆笑しないから。なんかね、サビあるやん、はい、君のドルチェね、はい、あっこもせんちゃんが歌うと、うん、君のドルチェダダンドダタナのこの雑炊のせいだよって言うんですよ。雑炊。もう全部雑炊のせいやよ。雑炊のせいなんです、せんちゃん的に。かわいい、あったかい歌になったな。エイトさんで雑炊なんだ。もうそれが俺ら夫婦でハマってもうて、最高っすね。何回歌っても雑炊のせいだよって言うから、もうあれが可愛くてね。で、それをやってたら、うん、ヨメサックがこれちょっとやったら面白いんじゃないかなっていうことでやるんですけど、うん、ちょっとルール説明の方、はい、ヨメサックからお願いします。せんちゃんがイヤホンで曲を聴きながら歌ってもらって、うん、そう、まあアカペラでね、そう、うん、アカペラで歌ってもらって、それを私と解釈で何の曲か当てるっていう、うん、そう、まあイントロクイズよね。イントロクイズ、うん、なーにかわいいね。はるちゃんもやりたいのかな。どうした、めっちゃ笑顔で笑ってるね。どうして欲しかったんかな。そう、まあだからシンプルなイントロ企画なんですよ。はい、はい、イントロクイズで、僕がちょっと思うのは、うん、まあ僕とヨメザックがやるのはいいんですけど、はいはい、せっかくだったらもう一人ぐらいいてもいいんじゃないかなってことで、はいはい、ちょっとトンボさんに入ってもらおうかなと思います。はい、で、ちなみに、うん、今回のこのタイトル、さっき僕言ったじゃないですか、はいはいはい、で、タイトルどうしようかって考えた時に、うんうん、これはちょっともうせんちゃんやしトンボさんに任せようっていうことになりまして、うんうん、結果答えが、はい、クイズドレミファ1000。ありがとうございます。おめでとうございます。せんちゃん文字らしたら天下一品だよ。ありがとうございます。ハッピーランド仲間で、ドキュセンタルとかいろいろいろんな名作があるんですけども、はい、今回はトンボさん考えていただいたということで、はい、トンボも入ってちょっと答えていこうかなと思います。とはいえね、僕ちょっと思ったんですよ、うん、まあ、せんちゃん知らない曲っていうのは、うん、歌えないんです、絶対に。そうですよね、難しいからできないので、ちょっと多分知ってる曲をクイズにしてると、うんうん、これちなみに選曲してくれたのが安武さんが、はい、お願いします、はい、まあ、僕らは聞いてませんから、はい、よきせんちゃんが知ってる歌をイントロでやると、はい、で、この話をちょっと家族でやってたんですよ、はい、こんな企画をやるんだみたいなやったら、うん、小児作が、うん、小児作が、はい、やりたいよって、うん、そうそう、あ、じゃあ全然やりたいんだったらやってもらおうということで、うん、で、今回はちょっとせんちゃん3曲、うん、で、小児が2曲、2曲全5問で対決やっていきたいなと思います。よろしくお願いします。いや、これ楽しみですよ。面白そう。これ面白そうでございます、うん、では行きますか、早速、はい、はい、というわけで本日もせーの、オナシャス。さあ、というわけで早速じゃあ、はい、いきますか。このようにね、ピンポン、これ用意しておりますんで、はい、別に何回押してもいいんで、うん、あ、お手つきなし。そうそう、でも意外と僕今回、はい、せんちゃん知ってる曲だから、うん、そんな難しくは俺ないと思う。なるほど。でもせんちゃんも初めてやから、聴きながら歌うっていうのは、うん、どうなるかちょっとわからないです、はい、やっていきましょうか。楽しみ。それでは第1問、こちらです。じゃあ僕ら目つぶりましょう。はい。好きだった、その一言、それすべて多かった。え、ヨメザック、夜遊びさん。もう、ちょっともう一回、じゃあ行こう、はいはいはい、時間アウトやろ。はい、私に二つあると、安かった、私に重なって、え、初めて会った相変わらず。あ、
何何何何何何夜にかけるさあそれか正解です。どうするしたら、そう、はい、それか歌手名しか出てこなかった。正解でございます。かわいい、かわいい。もうちょっとずっと聞いてたかった。ちょっとせっかくなんで、はい、せんちゃんの正解も聞こうか。聞きたい、聞きたい、はい、ね。はかし日々に笑えなきみぬもういつ限りもし朝をかけない。夜に落ちてる影に僕の手を掴んでほら忘れてしまいたくて閉じ込めるように決めた僕のから怖くない。いつかいらなるまで二人でいいよ。いやー上手ー、上手やろ、上手。おやばかでごめんなさい。俺は上手ですよ。そうなの、あの感じで雑炊のせいだよって言われた。いやもうたまらんな。たまらん。ちょっとちなみに香水歌ってもらう、ちょっともらっていいですか。ちょっとサビだけせんちゃん、ちょっと香水歌ってもらっていい、お願いします。君のドルチェって歌ってみてごらん。君のドルとあの中なのそのすいのせいだよ。そのすいのせいだよちょっと今回は雑炊にはなりきれてなかったけど。そのすいのせいだよ。かわいいでしょ。かわいい。はい、2問目はこちらです。よし、なあちごめんさらななあちさあちこむせつなものい。ちょっと待って、ヨウザくん、なに NiziU のメイクユーハッピー。正解。あーそうか、あーそうかそうかぽいな。そうか、あーそうかそうか、やすーせんちゃん、そうかそうか、てん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 。あーそうかなるほどね、なるほどなるほど、はい、じゃあちょっと正解聞いてみましょうか。はい、はい、明日ミーチューハッピーアーモー笑ってほしい、ハッピーハッピー汗やちゃい笑顔も大丈夫ちゃんと取り戻してその笑顔を見てる時ほんと幸せ味もうんはいチビチビキャミ。いやーい、上手やろ。おやばか、うちの子上手でしょ。かわいいよ。これカバーアルバム出ないですか。せんちゃんのせんちゃんのカバーアルバム、カバーアルバム、レベル会社の皆さんお待ちしております。お待ちしております。めちゃくちゃずっと聞いとれるわ。一押しは雑炊です。せんちゃんで雑炊。さあ、というわけで、はい、今のところ私カジサックとベベサックが1ポイントずつ。やばい、あなたまだ小手でもない。ちょっと頑張らないと。あ、これ言うの忘れてたけど、ベベの人引退やからね。重っ、はい、重くないなあ。そうですね、はい、どうすんのお前が負けたら。確かに。チャンネルをもう当時に引き継ぎ、世代交代引き継ぎでという形になりますけども。じゃあそして、はい、せんちゃん問題ラストになります。あ、そうか、マジ。そうや、3問目やから、はい、寂しい、寂しい。もっと聞きたかったな。アンコール。はい、とらんやないか。いきましょう、最後の問題はこちらです。はい、そこからの。いきなり来ま
ましたね。急にそんな惜しかったです、ともさん。惜しかった、ともさんで勝ち得でしたね。かわいい、おもろかったな、今めっちゃかわいかった、はい、急に出てきたもん。急に土からボーンって出てきますよ。正解がドーンって出てきますね。いやー、じゃあ正解、はい、レンちゃん歌ってもらいましょう、はい、こちらです。んとっとろ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 んんんれんんんんるとっとろとっとろかわいいな、かわいいとっとろとっとろいいわよ、うん。また来てね。これはね、もう安武さんの選曲のチョイスが見事やった。いやお見事、お見事でございます。せんちゃん、この曲確かに知ってんのよ、うん、知ってて、トロトロ大好きなの。なるほど。でもやっぱ歌詞的にはトトロしかわからないから、うん、これはすごいですね。見事な早押し、はい、クイズでございまして、うん、いややばい。せんちゃんはここまでです。はい、せんちゃんここまでか。今ポイントで言うと僕が2ポイント、嫁作1ポイント、トンボさんが0ポイントということで、はい、ここからあと小児作が2問、うん、あるということですね、はい、はい、じゃあ小児作いきますか。はい、はい、いきましょう。はい、小児作の最初の問題はこちらです。で、しばらくの服を履いていたで、で、で、いい歌が次はいいと思うし、やだ、大変だよ。あなたが、あなたを、それが、した気になってて、寝る。そうしたいよ。そのために一緒にいることが夢のじゃないから仕事に行くの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 に地図を知らせる星や星も遠くて行きたい私に染みついたったらえ、サビあった今。ありましたね。え、サビをもう一回聞き、サビもう一回聞きたい、サビもう一回聞きたい、聞きたい聞きたい、全然わからん、全然わからん。いや、はっきりサビのとこ歌ってる、歌ってる。はい、ほんとこれどう、全然わからへんわ。うん、もう一回いいっすか、サビんとこ。はい、では、行きましょう、こちらです。そばにいたい。はい、え、トモさん、ハタさんの、うん、そばにいたいよ。残念、もう何だっけ、ひまわりの約束。正解です。そういうことか。はい、なるほどな。ドラえもんのやつだ。そうです。あー、そうか、だからこじちょ知ってんのか。そうなんですよ。なるほどね。なんという選曲。だからサビは歌えるんですけれども、ちょっと知ってる。でもやっぱレベルは難しい。まあ、いいラインやな、はい、これだから視聴者の皆さんがどんだけ分かってるか知りたいな。いや、確かに確かに。これでひょっとしたらさっきので分かってる人早い段階でおるかもしれない、ね、うん、そうっすね。俺らはもう分からへんかったわ。全然分かんなかった。そばにいたいよ、ひむだいしできることが僕にあんこあら強くも知りに行くと君に育てみて欲しくて言い張りようよな明日探さない
優しい顔を入れるじゃないのよ。こちらの僕も最近といい。幸せに気づいたから。はい、声が小さいみたいのよ。小じはさ、うん、あんだけさギャグとかするときに大きな声出すんですけど、偉いもんでね、やっぱりまだちっちゃい子供ですわ、うん、イヤホンを聞きながら歌うっていうことに慣れてないから、慣れてない、どうしてもこうなんね、うん、ただ難しくなって面白い、いや、そう、はい、難易度が上がってるのよね、うん、ってことは嫁さんが正解ということで、はい、220、ちょっとやってよ、はい、だから逆転のチャンスはないんで引退は決定。どのモチベーションで俺はやるんだ。あのジャンピングチャンスとかないないの。だいたい引退です。引退決定です。はい、ありがとうございます。え、何を引退するか分かってんの？あ、何引退するんですか？お風呂です。やだな。やだな。それも。ちょっとやだな私。一日や。あ、一日。わかりました。はい、じゃあ次が最終問題ですね。3ポイント差し上げます。やだ。ほら。逆転のチャンスあるじゃないか、はい、マジで、うんうん、さすがやな、バラエティしてもな、バラエティ、いや、そこごめん、需要ある？ここのそんなバラエティ誰が勝つかとかどうでもいいっすよね。あと、バラエティだったら100万ポイントとか嘘でも言うべきでしたね。すいません。最終問題、最終問題こちらです。一緒に愛してくれてるなぁ、そうでちいちいちい救いしてゆく彼を楽しんでいい、水すぐにくれいい人は意識をしてるね、不思議つらいものがあるんだ、かしらんというわけ、よこのポーチでもいいに、無償の世界も表れていいから、一番いいのは一番いい格好を、ゴールデンスラムと一緒に乗せて、ブレーキいっぱい握りしめ。はい！あ！トモさん！え？ゆずの夏色！すごい、え、マジで分かった、そう、俺全然分からなかった、思った？今ブレーキいっぱい握りしめてで、はい、コジがブレーキいっぱい握りしめてましたよ。え、音程あった？そう、じゃあもうすごい速い曲だなっていうのはところどころで分かったんだけど、はい、うわ、全然分かんかった俺。コジは音程とかじゃないんすよ、カジサック、歌詞で分からなあかんねん、歌詞で分からなあかんのんすよ。ということで、はい、正解はゆずさんの夏色で、はい、なんと3ポイントでトモさんが優勝です。まさかの、まさか大逆転優勝、今日もお風呂入れる。いや、もうこれはもうルールやから、はい、僕と嫁サック、はい、チャンネル引退します。するな、するな、するなよ、絶対に。褒めたいから一回だけ下り坂を君がさんの後ろに乗せて、ブレーキいっぱいに握りしめて、ゆっくりゆっくり食らってく。いやあれ、なんかさっきより俺全然歌えてる感じがした、うんうん、でもやっぱ分かった上で聞くとやっぱ聞きやすいんですよ、やっぱり。お前ら、俺もこれも自分ですぐ見たいわ。もう一回あの時の夏色を聞きたい。あの時のね。いや、コジお疲れ様。じゃあお疲れ、コジありがとう。さあ、今回はね、あの嫁サックの持ち込み企画だったんですけど、はい、どうですか、やってみて。楽しかった、可愛かった。これはいいわ、いいですね。いや、これ面白い、面白いね、はい、だからこれはちょっとよくしたら当時カンナにもお願いしてさ、あ、うんうん、当時カンちゃんの場合は、うん、本当に聞いたことない歌、うん、あー、うん、いいっすね、とかありかもしれないですね、うん、ドレミファカン、ドレミファカン、またさ好きやね、ほんまにやな。
たは本当にもしね好評だったら、はい、ぜひコメント欄の方にください、はい、いやじゃあせんちゃん小池くん本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。ツイッターのフォローもお願いします。またお会いしましょう。